はい、こんばんは、高野くもです。先日ですね、ジャコ・パストリアスの2枚目のアルバム、ワード・オブ・マウスについての紹介動画をアップしたんですけれども、そこでですね、1曲目のクライシス、これはシンセベースだよと、シンセベースの自動演奏だよという話をしたんですね。こう、TR、いくつか、ちょっと機種まではわからないんですけど、一時期80年代、日本のローランドというですね、シンセ会社とか楽器会社がですね、出していたんですよね。このアシッドジャズで、後年多用されるですね、TR ベースマシンみたいなもので、要はすごく小さなリズムボックスみたいな箱にですね、こうベースラインを打ち込んでやると自動演奏か、結構かっこいいですね、シンセベースならではの特有のちょっと腰のある太いぶっとい音色を自動演奏してくれるマシンがあって、でジャコ・パストリアスはそれにプログラミングしたものをハビハンコックとかウェンショーターとかに聴かせてですね、それで即興演奏させたものをミックスして出したものがクライシスという作品だという話をしたんですね。ただ私はですね、その動画にも話したんですけれども、ジャコのベースなんじゃないかなって、でもジャコのベースの割にはフェンダーの62年ぐらいのジャズベースの音色とは全然違うよなっていうのは思っていたんですけども、でもあれですもんね、ベーシストのリーダー作で1曲目からベースを弾いてないなんてあるのかなみたいなね、そういう先入観、ベーシストのアルバムだからこれは生ベースの生演奏に違いないとずっと思っていたんですけれども、やっぱりちょっとね、特有の成分、このシンセベース特有のちょっとファットな成分、ね、ちょっと本当に微妙なあれなんですけど、弦ベースとは違うですね、ブニュッとしたちょっとファットな成分としか言いようがないんですけれども、そういうニュアンスが感じられたのと、非常に粒立ちが正確、まあジャコの16分音符もかなり正確な粒立ちなんですけれどもね、だからちょっと微妙に違うよなぁなんてずっと思っていてですね、でまあ後々打ち込みだということがですね、いろいろ調べてるうちに、そのレコーディングの記録みたいなのを何かの雑誌か本かで読んでようやく分かったんですけど、ただそれ読む前に、いやこれやっぱシンセベースだなって確信に至ったアルバムがですね、ジャコ・パストリアスというか、ドラマーのブライアン・メルビンの実質的にはリーダーアルバムのナイトフードというアルバムがあるんですね。これは面白いアルバムで、ジャケットがめちゃくちゃたくさん存在するんですよね。私が持っているのは、お魚さんのなんかネオンみたいなのが2つ上下に連なっているジャケットのアルバムなんですよ。なんか安っぽいジャケットのアルバムなんですよね。で、中の音楽も言っちゃ悪いんですけど、トータル的にはちょっとチープな感じなんですよ。ところがですね、1曲目とかですね、あと8曲目とかは割とジャコのベースが光っていたりもするので、侮れないんです。あとコンティニウムっていうね、あのジャコの代表曲も入っていたりもするので、まあかなりごったになんですよ。いいものもある、悪いものもある、はいごったにみたいな。で、結果的に焦点が定まらない、ちょっとばらけたチープな印象が否めないアルバムになってしまってるんですけども、トータルではいまいちアルバム。だけど、格論では結構光る曲、演奏もあるってアルバムとして、意外とですね、私このナイトフードっていうのが、そういった理由もあってですね、チープなことのところも含めてですね、よく聴いてはいるアルバムではあるんですよね。で、これはね、なんで実質的にブライアン・メルビンのアルバムなのかと、さっき話したのかというとですね、これ、ブライアン・メルビンっていうドラマーがですね、ジャコが落ちぶれた後もドラッグとか酒でですね、もうなんか、演奏家としても人間としてもですね、かなりもうズタボロな状態の時に、最後までですね、根気よく付き合って手を差し伸べたミュージシャンの一人なんですよ。どんどんミュージシャンたちは呆れて去っていったんですよ。ジャコの気候にはもうついていけねえぜ、みたいな。金貸しても返してくんねえし、みたいな。それ全部ドラッグ代とか酒代に消えるし、みたいな。で、ホームレス同然の生活を送ってるし、もうラリって行っちゃってるし、わけわかんねえよ、みたいな。ライブやっても、まあ、まともにライブやる時もあるし、まともな時はめちゃくちゃ全盛期でウェザーリポートの時を彷彿させるような素晴らしいベースを弾くんだけれども、その落差が激しいダメな時は本当にズタボロもベースの音量、ベースアンプ、フルマックスにして、ブワーってめちゃくちゃ大音量にして、本当に耳を覆いたくなるような演奏することもあるし、みたいなね。そういう気候が目立ち始めたジャコの時期に録音されたやつなんですよね。だから、ブライアン・メルビンはかなり根気強くですね、ジャコ救済作として、あとスタンダーズゾーンってアルバムとかもね、録
録音したりとかもしてますけどね、あのピアニストのジョン・デイビスとのピアノトリオのアルバムなんですけれども、そういうね、いろいろこうジャコをなんとか音楽のまともな世界に戻したいという意図のもとにですね、レコーディングされたと思われるのが、このまあスタンダーズゾーンだったりとか、あ、スタンダーズゾーンもいろんなジャケットあるアルバムですけど、面白いですよね。で、まあそれがナイトフードだったりするわけですよ。そのナイトフードの1曲目にですね、Ain't Nothing But a Party って曲があるんですけれども、これがですね、またね、安っぽい曲なんですよ。上に乗っかる音楽のメロディーやアレンジのチープなこと、上に乗っかるですね、音色のチープなことって感じなんですけど、ベースがめちゃくちゃ光ってるんですよね。まあ、逆にはどんなにベースがすごくてもですね、上に乗っかる音楽はダメだとダメだなって感じ。まあダメとまでは言いませんけど、ベースだけ聞きゃいいんですけれども、私のようなあのベース変態な人間はね。だけど、上に乗っかる音楽が安っぽくなればなるほど、ジャコのベースが光るんですよ。で、それがもう16オームで、パカ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 ってすごくですね、正確に粒立ちで、本当、腱鞘炎を起こすんじゃないかってほど音符をばらまいてるんですよ、ジャコが。で、これ聞いて、あ、クライシスは打ち込みだなと思ったんですよ。まあ、ジャコのこの16分音符の正確なピッキング、そして持続力っていうのも驚異的なんですけど、やっぱりですね、人力で弾いてるので、ちょっとしたですね、リズムのブレみたいなものだったりとか、まあ、フレットレスベース弾いているので、ちょっとした音程の揺れみたいなのがあるんですね。だけど、クライシスのベースには全くそのようなものが感じられないわけで、常に安定し続けてるわけですよね。で、さらに、ジャコの場合、フレットレスでスライドさせたりするんですね。あの、フレットがない分ですね、ちょっと指をずらすだけ、ニューインって感じで、ちょっと、ずれた音程が移動するようなですね、面白い効果が得られるんですけれども、人の声みたいな感じで、それも Ain't Nothing But a Party には入ってるんですけど、クライシスには一切そういうのは入ってないんですね。あと、ダブルストップっていうんですけど、まあ、基本ベースっていうのは単音楽器なんですね。同時に2つ以上の音ってあんま鳴らさないんですけど、まあ、コードでとして鳴らす、ハイポジションで鳴らして弾いてる人もいますけど、まあ、それは例外として原則は1音なんですよ。だけど、ダブルストップって言って、2本の弦で同時に鳴らす、和音みたいな感じで鳴らす奏法もありましてですね、ジャコよくそれ対応してるんですけども、そのいい例がリバティシティっていう曲、なんかタラララタラララっていうのは2本の弦で弾いてるんですよね、和音みたいな感じで。で、それも全くクライシスが出てこないんですけれども、あのジャコの場合はちょっとしたブレイクとかアクセント的なところによくダブルストップを使ってるんですね。で、 Ain't Nothing But a Party ではそういうダブルストップで2本の弦を鳴らしながら、でさらにスライドをさせるというですね、まあ、フレットレスベース特有の奏法が至るところに認められるんですね。だからこれジャコの手癖でもあるんですけれども、16分音符を弾いている時のちょっとしたですね、こういう遊びみたいなもの、ちょっとしたブレイクみたいなものを入れるのがもう Ain't Nothing But a Party ではすごく対応されてるんですけど、クライシスには全くないと。で、同じ16分音符、かなりあの音の立体感とかメリハリみたいなあのダイナミクスがかなり似ているパターンだったりもするので、同じパターンでもかなり遊びの入ってる Ain't Nothing と、あと全く遊びの入ってない本当にストイックなクライシスだとやっぱり全然違うなと。あのベースラインを作る発想みたいなものは同じなんですけれども、その演奏している時のですね、音が並んでいる時のニュアンスの違いみたいなものがですね感じられて、やっぱりね、クライシスは打ち込みだなと思わせてくれた曲が Ain't Nothing But a Party のジャコのパラパラ16分音符なんですよ。本当に鬼畜なぐらいね、本当に打ち込みアルペジオみたいなね、80年代に流行ったイギリスのエレポップのアルペジオ、ちょっと安っぽいアルペジオに匹敵するぐらいですね、それ自動演奏なんですけど、ね、イギリスのエレポップなんかだと。ジャコはそれ手で弾いてるんですよ。これすげえよなーなんて思いまして、もう本当は真似できません、私のレベルでは。まあ、真似してもっとそれ以上のものを弾ける人もいっぱいいるんでしょうけれども、ジャコのエピゴーネンの人たちはね。だけど、普通はここまで弾くかなーってね、なんかこういう、言っちゃ悪いけど、安っぽい曲にこんなに命かけていいのかって、命かけてないかもしれませんけど、いつもの手癖で弾いてるだけなのかもしれませんけど、まあ音数多いわって感じで、その音数多いのはまあかっこいいんですよね。まあやっぱり上に乗っかる音楽がちょっとチープなだけあって、余計ベースのかっこよさが際立つという感じでですね、なんてことはない曲なんですけども、アメリカとかのバラエティ番組のちょっと CM と CM の合間に挟まれるようなですね、あの曲みたいな、ちょっと安っぽい
って言うと、ちょっと本当に失礼ですけど、さっきからでも言って言いまくってますけど、ごめんなさいって感じなんですけれども、だけどこういうですね、なんでもない曲にもですね、ジャコの素晴らしいですね、この高速16分音符連打、連打じゃないけど、そういうのが光ってるんですよね。なので、意外とね、ナイトフードというアルバムは侮りがたしですよ。まあちょっと今いろいろいっぱい喋っちゃったので、ナイトフードについては語りたいことがまだあるので、また機会があれば別な機会にですね、別な曲をナイトフードの中に入ってるね、紹介したいと思っていますけども、まあ今回はですね、先日クライシスについて語ったらですね、鎌倉にお住まいでかなりのジャズマニアの釜石さんという方からですね、釜石さんもずっとこれ打ち込みじゃなくて手弾きだと思ってたみたいなんですね。それで耳の良いですね、釜石さんですらですね、楽器をやっていてですね、かなり通な釜石さんですらもですね、ジャコの手弾きで打ち込みだとは全然思ってなかったみたいなので、コメントを書き込みますと、だから俺もまあね、耳の良い釜石さんでさ、そう思ってたんだが、俺も最初そう思ってたの仕方ないななんて思って、ちょっと安堵してですね、それでまあ私がそのクライシスは、手引きじゃなくて打ち込みであるということを気づいた経緯みたいなものをね、紹介するのと同時に、ナイトフードというアルバムのですね、イントナスインバッターパーティーのジャコ・パストリアスのベースラインについて、ちょっと今回は話してみました。興味ある方はですね、ぜひ聞いてみてください。あんまり上物メロディーとかですね、ラストの方に出てくる女性のなんかコーラスというか歌とかはね、あんまり聞かないで、まずはジャコのですね、まあ聞いてもいいんですよ。好きな人は多分好きだと思うんで、こういうちょっとキャッチディーでポップなのね。だけど、まあジャコのベースを中心に聞いていただけると、なんかこのめちゃくちゃ脈打ってるベースはなんじゃいって思うと思いますので、目から鱗というか驚くこと必至だと思うんで。でもこれでもですね、全盛期を過ぎ去ったボロボロの時期のジャコでもこれぐらい弾けちゃうんですね。だから恐ろしいですね、ジャコ・パストリアスというベーシストは。本当底知れぬポテンシャル持ってた人が、それだけにですね、早く死んでしまった、34歳ぐらいかな、確か34歳だと思いました。っていうのは、土方歳三が死んだ年と確か同じ年だとは覚えていってるのでね、間違ってたらごめんなさい。でもそれぐらいの若さでね、まだまだ生きていればもっといろんなことできたのかもしれないし、もうそれでこの時点で成長止まっていたのかもしれません。それは分かりませんけれども、まあね、早死にしてしまって本当に残念、無念って感じではありますよね。まあそういう運命だったのかな、こう秀でた人っていうのはね、なんてことも考えさせてしまう曲ではありますね。イントナッシンバッティアパーティー、バッティアパーティーってなんじゃいって、バッドアパーティーね。まあぜひ興味ある方は聞いていただければと思います。ということで、また機会があればジャコのお話をアップしたいと思っておりますので、また次の動画でお会いいたしましょう。お相手は高野久保でございました。ということで、さようなら。バイバイよ。